YS-11 戦後、我が国で初めて設計開発された双発輸送機である。全高 8.98 メートル、翼面積 94.8 平方メートル。機首には半径240キロまでを映し出すウェザーレーダーを装備。運航時重15,462キロ、最大ペイロード6,538キロ、全幅32メートル。主翼には燃料タンクが内蔵されている。燃料容量5040リットル、全長26メートル。最多乗客数64名、乗員4名を乗せることができる。エンジンはロールスロイスダート5240ターボプロップ3060馬力2機、離陸滑走距離1112メートル、着陸滑走距離1097メートル、航続距離1230キロ、巡航速度は高度4575メートルで時速478キロとなる。日本が太平洋戦争に敗れた後、占領軍は飛行機の生産はもちろん研究さえも禁止した。その禁止令が解除されたのは1952年4月で、航空機製造に関しての空白期間は7年にも及んだ。太平洋戦争により蓄積された航空攻撃の成果を民間用に転換する重要な時期において、この7年間のブランクは大きかった。飛行機の世界でも1年の遅れを取り戻すのに5年の年月を必要とするという。この立ち遅れの中で多くの研究、実験、試作を積み重ね、日本航空界の総力を挙げて完成した YS-11 が初飛行に成功したのは1962年8月30日午前7時21分のことである。航空機製造が許されて約10年、世界の中距離航空機の水準を超えた飛行機が完成したのである。